小福田テルフミ2月から1995年7月29日は日本の海軍軍人航空自衛官である。海軍兵学校卒。最終階級は海軍で海軍中佐、自衛隊で空将。救命は小福田祖。1909年2月、岡山県津山に生まれる。1928年4月。 江田島海軍兵学校第59期に入校。1931年11月、海軍兵学校卒業。1933年11月、第24期飛行学生を卒業。1934年、大村海軍航空隊で戦闘機課程を受ける。周囲の勧めもあり、結婚を考えて、海軍省に結婚願いを提出し、晩週に。 結婚認可証を受け取るも、すぐに、戦地に転勤を命ずという事例が来たので、婚約を解消した。1935年12月、空母、加賀飛行隊に配属。1936年、大港海軍航空隊に配属。1937年12月、空母、龍城飛行隊に配属。1938年6月、第十二航空隊に配属。 同年12月、大分海軍航空隊に配属。1940年11月、海軍航空技術省飛行実験部に配属。1942年7月、第六航空隊に配属。1943年4月6日、横須賀海軍航空隊に配属。4月15日、厚木海軍航空隊に配属。 6月、海軍航空技術省飛行実験部に配属。列風の研究と開発に参与。冷戦、銀河を使って、半長爆撃の実験に従事している。1945年8月15日、終戦を三沢基地で迎える。戦後は、1952年7月、警察予備隊に入隊し、1954年7月、航空自衛隊の発足とともに、 転換。1960年9月、第1航空団司令。1962年4月、航空爆料幹部人事教育部長。1963年3月、飛行教育集団司令官。1965年7月、中部航空方面隊司令官。1967年3月31日、航空自衛隊を退官。その後、 日本無線株式会社取締役営業部長、ペルテック株式会社取締役工場長を歴任。1995年7月29日、逝居。ありがとうございます。